うん、トップ行って、まあ今授業とかもあってって感じで、うん、トップ行ったらもっと増えるじゃないですか、うんうん、その時にやっぱりこうやっぱ上行く人と、うん、そうじゃない人と時間使い方やっぱ全然違うんだろうなと思ってて、うん、なんかでもこう生々しい話すると、うん、なんかやっぱりプロで、うん、ナスタみたいに長くできる選手もいれば、うん、そうじゃない人っているじゃないですか、ね、なんか選手たちって、うん、なんかこうやっぱ第2のキャリアとか考えながら日頃過ごしてるんですか？全く考えない。全く考えない。多分全く考えてない選手が、まあ最近良くなってきたけどね。はい。そういうのは。そうっすよね。だから、なんか、キャリアを築き上げていくと、はい、見える景色と関わってくる人が必ず変わるから。はい、ああ、そうっすね。そう。で、例えば、海外行ったら、まあ、海外行きたいっていうのは語学勉強すればいいし、はいはいはい。ああ、じゃあなんかそのね、お金に関する知識が欲しいっていう、やっぱり稼ぐから、はいはいはい、そういうのも必要だと思うから、はい、だったらそういうところを頼ればいいし、そこは自分で出社選択してやればいいと思うんだけど、はい、一番は別に本当サッカーでこんだけの技術もあるから、はい、自分がどうまずはその試合に出て活躍するかっていうところ、まあ、そう、それにフォーカスし時間をこう積み重ねた方が、特に1年目もちろんさ出れるかもしれないじゃん、はい、そうですね、でも出たら出たらやっぱ強度とか、はい、初めてのことで、はいはいはい、いろんなものを体験するし、はいはいはい、そうだからそれを模索しながらやらないといけないから、あ、うん、そうっすよ、あとトレーナーもチームでも会う人、はい、会わない人がいるから、本当にこれはもう人だから全部鵜呑みにしない、鵜呑みにしないで自分で本当に会うと思ったらやればいいし、そうっすね、そう、だからそこを全部こう定着させるのがめっちゃ難しい。あ、うん、最初やっぱ聞くがままに、はい、言われるがままにやんだけど、自分で大体分かってくるから、はい、長くやってくると。確かにそうっすね。そう、もう最初はやっぱそこ時間使った方がいいっすね。それは、うん、使った方がいい。そうっすね。間違いなくそれで。いや、そうっす。うん。